小川みめい作。落とした手袋。ある寒い日のことです。花子さんとよしおさんが話をしながら学校から帰りました。よしおさん、本当にいらっしゃいね。お母さんにおさらいをしてもらってからすぐに行くから、待っててね。 二人は何をして遊んだらいいかと考えてきました。坂を下りて道を曲がりました。そうしてお家が近くなった頃であります。ふいに花子さんは、あら、手袋をなくしてしまったわ、と言って泣き出しそうになりました。見ると片方の手に赤い手袋がなかったのです。 花子さん、どこで取ったのさっきあったのよ。じゃあ、きっと落としたのだろう。二人はまた来た道を戻りました。下を見て歩きましたが、見つかりませんでした。誰か拾ったのかしらん。とよしおさんが言いました。わたし、お母さんに叱られるわ。 花子さんはめに涙をためていましたもう一度よく見て歩こうよこの時でしたチュッチュッと呼ぶようにスズメが大きな声で泣きました2人はびっくりして見上げるとカタハラのポストの上に赤い手袋が片方だけありました誰か拾ってのせておいてくれたのです そうして平い石など投げていじめないからこんな時にスズメが教えてくれたのでした2人は元気よく喜んでおうちへ帰りました。